おはようございます。タイトルと申します。このタイトルでセッションを始めたいと思います。まず少し自己紹介ですけど、先ほどもありましたように、キテレツという会社をやっておりまして、普段はですね、デザイナー、プログラマー、ディレクターだったり、もちろん経営者でもあるんですけど、ワードプレスと Ruby on Rails、React、UCLI といった、有名なオープンソースにもコントリビュートしておりまして、自分自身もさっきもあったようにポーカーっていう開発環境を作っていたり、ベースっていうテーマのテンプレートとかラスコとかいろいろ作っております。はい、っていう感じでこれが僕の GitHub のプロフィール画面なんですけど、こうですね、 Facebook の React と Rails と UCLI と Gutenberg っていう感じでですね、コントリビュートするとこういう風に自分のプロフィール画面に載せれるんですよ。圧巻ですよね。すごいですよね。自分ででもすごいなと思います。はい。これがオッカーっていう、僕が作っている開発環境なんですけど、ドッカーベースの高速な、開発環境でありましてですね、割とそれなりに人気で、GitHub でいう、いいねっていうスターみたいな機能があるんですけど、これは今470。スターなんですけど、ちなみにこれスターしてる方どれくらいいらっしゃいます？おお、じゃあほらいらっしゃいますね。おお、ありがとうございます。残りの方たち、多分100名ぐらいいるかなと思うんで、きっと明日の朝には600ぐらいにはなっているはずです。はい、はい、大丈夫ですか？もう一度、大事なので明日の朝には600スターになっていると思います。ワードプレスのちょっとした本を作っていたりですね、書いてたり、キャンリボンっていうのがあるんですけど、こちらはオープンソースについてもちょっと触れていたりっていう感じでですね、本をちょっと書いています。Figma っていうデザインツールが大好きでですね、実は WordPress の、デザイン、管理画面のデザインだったり、サイトのデザインも Figma で行われてますので、はい、ぜひ触ってみるといいかなと思います。ちょうど昨日が一昨日ぐらいにですね、最強の機能、オートレイアウトっていう機能が出たんで、はい。はい、来年ワクワクしてください。はい、で最近はノーションというツールにハマっております。僕ちょっとツイートしてるんで、どういうものかっていうのを見てもらえば、はい。おー、すごいなってきっと感じてもらえると思います。はい、自己紹介長いなこいつと思ってるかもしれないですけど、まだちょっと続きます。はい、バブバブ社長、おしゃぶり社長っていう感じですね。たまに SNS でこういう感じのキャラクターとして登場、しております。ということで、社内ではバブバブ会長って言って、よそではおしゃぶり社長って言われているんですけど、さて、本日のハッシュタグ、はい、バブバブ会長です。ではなくて、こちらですね、WC 大阪2019、はい、ぜひいろいろありましたらこのハッシュタグをつけて、シェアしてくださいと、スライドは 後ほど公開しますので、スライドに書いてある内容はゆっくり書いて後に実践してもらえればいいと思います。では早速始めたいと思います。ここから本題ですけど、はじめに、ウェブパフォーマンスとは何ぞやということですけど、MDN WebDocs っていうですね、Firefox を作っている、モジュラさんが出しているドキュメントにこういうふうに長々と書いてあるんですけど、まあ、要は何かというと、表示速度ですね。で、Web パフォーマンスっていうのが、なぜ重要かについては、まあ、いろんな、ソースがあるんですけど、Google さんもちゃんとした、記事を、書いてありますので、ぜひこちら、読んで、もらえればと思います。ここに具体的な数字も書いてありましてですね、例えば読み込み時間が短縮するとコンバージョンが上がったり、直帰率が下がったり、セッションあたりの閲覧数が上がったり、逆にそれが、時間が3秒を超えてしまうと、なんと半数以上のモバイルユーザーがですね、もうその訪問を諦めてしまう、まあということが結構ね、EC とか直結しますよね。売り上げとかにも。はい。かなり重要な、指標の一つではあるかなと思います。さらに、割と最近のニュースなんですけど、Chrome がですね、速度が遅いサイトに対して名誉のバッジを表示しようかなっていうことを検討しているらしいです。
で、今回、実際にですね、実際にあるサイトを、実験として使ってですね、それのパフォーマンスを改善していこうということを、行って、実はちょっと前に、何ヶ月か前に、別のところで、やったセッションをちょっとブラッシュアップしたもので、その時の実践したことも少しブラッシュアップしております。使ったサイトというのはこちらのデザイナーさんだったらちょっと見たことあるかもしれないですけど、スピカグラフさんというですね、実はキテレツの、チーフデザイナーをやっております。方のブログなんですけど、まずは結果からお見せします。もともとの数値、こんな感じです。右側の4つっていうのはパフォーマンスとは直接は関係ないです。一番左を見ていただくと、もう赤い数字が出てますので、はい、30、定数として30になっております。で、実践した後に、対策をした後の、はい、こんな感じ、はい、すごいですよね。右はついでに やったって感じですけど、はい。ということは、ワードプレスを使ってるんですけど、そのまま、基本的にもうワードプレスのまんまです。今もそのまま、上がっておりましてですね、なんか特別なことをっていうのは、基本的にはあまりしなくてでもこれくらいまでは持っていけるんで、はい、ぜひ、試していただければと思います。で、今日、この後、このウェブページテストという別の計測ツールもあるんですけど、こんな感じで、出ております。はい、で、この後、なんかいろんな手法いっぱい出てくるんですけど、わかるやつとわからないやつっていうのはあると思うんですけど、わからないやつはもう、逃してですね、他の、できるやつからやっていただければいいと思います。まず、一番最初に、パフォーマンスを改善するためには、計測から始めないといけません。計測方法に関してはですね、いろいろありまして、いくつかのツールを紹介します。結構あるんですけど、さっと、流していきますね。まず一番最初に、ワードプレスに、公式のこのサイトヘルスっていうツールがあるんですけど、5.1 からですね、導入されていて、今は 5.3 で、どんどん、改善されていっています。で、サイトヘルスに関してはパフォーマンスのみじゃなくてですね、この下の結果を見ていただいてもわかるように、パフォーマンスに関するものと、セキュリティに関する項目が出ておりますので、それに対して、このツールっていうところが入ると見れるんですけど、ちゃんとクリアしているかっていうのをチェックして対策していくことができます。次に、よく使われるライトハウスというもの。ライトハウスについて、聞いたことないという方いらっしゃいます。若干名ですね。はい。やっぱり、有名ですね。はい。Google が出している、計測ツールで。で、Google さんがだ、やっている、計測ツールの大元が基本的にこのライトハウスが入っている状態ですね。今の現時点で、拡張としてダウンロードできるんですけど、バージョン番号が100ってなってるんですよ。本当かなと思って。はい。ちょっとよくわからないんですけど、100ってなってるらしいです、今。多分間違ってると思います。で、これは先ほどの結果、お見せしました結果が、ライフハウスの結果なんですけど、パフォーマンス以外ですね、さっきも見たように、アクセシビリティ、ベストプラクティス、SEO と PWA という、項目は全部で5つの項目が出てますので、パフォーマンス以外の改善として、計測することもできます。で、実はライトハウスは、コマンドラインツールがございます。NPM でインストールすることができて。で、こちらがですね、5.6 なので、多分このバージョン番号の方が正しいです。こういうふうにですね、ライトハウスで後ろに、URL 叩くと、黒い画面の中で、結果が表示されて、さらに、保存することが、HTML ファイルとして、その結果を保存することができます。で、最近、さらに、この Lighthouse CI っていうものが出てきまして、中は、おそらく、その Lighthouse の CLI というのを使っていると思うんですけど、要するに CI とか DI を行うときに、この計測を一緒にすることができるようになっております。で、さらに Chrome の中でですね、デフォルトの機能として Audits っていう機能があるんですけど、開発者ツールを開いて、この右側にちょっと小さいんですけど、Audits っていう
タブがあるんですけど、そちらをクリックしていただいてですね、そうするとこの画面が出てくるんですけど、でその下の Run Audit っていうのを行うと、先ほどの Lighthouse と同じような結果が表示されます。ということは、Chrome の場合は実は拡張機能を、ダウンロードし、インストールしなくてですね、この Audit っていうものをデフォルトのやつを使うことで、もう、なんだろう、計測することができます。ただ若干バージョン番号が、拡張よりは少し低いという感じですね。で、他にですね、ウェブのサービスではあるんですけど、Google さんが出している Page Speed Insights という、こちらの URL をアクセスすると、こういう感じの画面が表示されて、そこに、公開されているサイトの URL を、入れると計測することができます。ただ、こちらのツールに関してはパフォーマンスのみの、計測になっております。バックエンド、中身的にはライトハウスを使っているんですけど、表示結果が実はその先ほどのオーディットとかライトハウスと点数が若干違います。それは何かというと、ここに書いてあるようにですね、Chrome のユーザーの、エクスペリエンスレポートのデータを一応加味して計測しております。これは何かというと、Chrome を使っているユーザーが実際にその URL にアクセスして、どういったその返ってきたその結果を実際にはどこにも出ないんですけど、Chrome が一応それを収集してそれを加味してこのサイトが実際に早いかどうか今の状態プラス過去の多分1週間くらいのデータをですね加味して表示しているので、若干ですね、Audit とか Lighthouse よりは点数は低くなると思います。まあ、こっちの方は本当にアクセスした時の状況に近いとは思います。で、さらにこれは公開されているサイトじゃないと計測ができないので、例えばローカル開発環境で、ページスピードインサイトは、使えません。で、もう一個ですね、こちらは Google が出している WordPress のプラグインでですね、サイトキットというものがございまして、まあ、中身は基本的に先ほどの Lighthouse とほぼ一緒なんですけど、要はサーチコンソールとかアナリティクスとかそういったものを管理画面に表示することができるプラグインになっております。で、もう一個、テストマイサイトというモバイルに特化した、Google の、計測ツールですけど、これも、まあ、中身がどうなってるかわからないんですけど、若干その点数とかじゃなくて、早いか遅いかっていうくらいしか、教えてくれないです。で、さっき、一番最後に少し出たやつで、ウェブページテストという、Google とは関係ないところが作っているもので、こちらはですね、実際にそのページにアクセスして、しかもいろんな拠点から、いや、日本だけじゃなくて、ローカルでもなくて、いろんな拠点からアクセスして、3回テストを行って、それの平均を出して、いろんな項目も、出してくれるような計測ツールですね。で、まあ、計測ツールいろいろあるんですけど、今回は、どういうふうに改善していくかというと、一番まあやりやすいのがライトハウスかなということで、ライトハウスだとですね、点数出る上にですね、どこを改善したらいいかというのを細かく一応出してくれます。すごくやりやすい、最初に始めるのには一番いいツールかなと思うので、一応それを元に改善していった結果にはなっております。で、まあ、ここにも書いてあるように、もちろんですけど、点数が高くてもですね、体感的に遅いサイトもあれば、結構早いじゃんと思ったサイトでも点数がめちゃくちゃ低いっていうケースもありますので、まあ、一応参考程度にと思ってもらえればと思います。ただ点数が低くてですね、改善しなくてもいいだろう、早くても改善しなくていいだろうっていうことにはならないので、はい、そこだけはまあ留意していただければと思います。まず、大きく分けて2つの、セクションに分けております。一つがこのコーディングなしでできる、対策をやっていくのと、もう一個がもう少しそのちょっとクロート向けの、コードを書いて改善していくっていう手法を二つに分けて、解説します。まあ、一番最初にですね、はい、まずはサーバーからということでですね、最初はそのサイトに関してはね、ここに載っているサーバーではない別のサーバー、実名はちょっと出さないんですけど、はい、を使っておりまして、と思ってたので、もうこの際引っ越ししましょうということで、いくつかのレンタルサーバーを検討しました。で、まあ、ここに、まあ、
検討項目、ここに書いてあるんですけど、いろいろ検討しました結果、今回の多分スポンサーでもあるのかな、知ってますかね、はい。X サーバーさんの、サービスを使って、行うことにしました。ただ、実はこれ2、3ヶ月前に行ったものなので、その時の、ロリポップさんのスペックがちょっと違ってたんですよ。その時のロリポップさんのウェブサーバーが、アパッチかエンジン X だったような気がします。で、PHP もモジュール版だったと思います。SSD も一部だったと思うんで、その間にですね、ロリポップさんのスペックが上がってですね、このライトスピードっていうのになって、ちょっと羨ましいなと思った次第です。まあ、それについて、これから少し解説しますが、ウェブサーバーに関しては、Apache Nginx、あと、Windows のやつもあるんですけど、何がいいかっていう話なんですけど、まあ、おすすめはせめて Nginx かなという感じなんですけど、こういう感じの、図、詳しくは解説しませんが、要は Apache よりも、処理を、なんだろう、同時に処理することに長けていて、こっちの方が、まあ、パフォーマンスが出るんじゃないかなという話です。で、さらに先ほど、触れたライトスピードというものですけど、第4のウェブサーバーというふうに言われておりまして、NGX と、Apache のいいところ取りのウェブサーバーになっておりまして、Apache と完全互換しますので、HT アクセスがそのまま使えるというふうになっております。ちょっとこれいいなということで、いろんなサーバー屋さんに、提案しております。で、もう一つ、HTTP2 はもうこのご時世だったら必須だろうっていうことで、はい、こういう感じの概念図です。で、他にもいろいろさっきも書いてあるように、まあ、PHP7 はもう、なんだろう、必須ですね。で、モジュールモードと、ファスト CGI モードと、LSAPI っていうのが、ライトスピードさんが出しているモードなんですけど、っていうのがあるんですけど、まあ、一長一短があるっていう状況で、まあ、そこら辺は少なくとも通常の CGI じゃなくて、そのどれかだったらまあいいかなっていう感じです、はい。で、ハードディスクはもちろんですけど SSD の方が早いです。詳細については割愛します。で、次にサーバーを移行した後にですね、不要なプラグインをどんどんアンインストールしていこうということでですね、なんとデータベースをちょっと見たらですね、その時ですね、PHP MyAdmin しか使えなかったのでこういう感じの画面になってるんですけど、なんかすげえ重いなと思って、データベースをエクスポートするときに、なんだろうと思ったら、なんと、見てください、これ。1000万行のレコードですよ。1個のデータで 1.4GB なんですよ。なんだこれって思って、調べたら、まあ、とあるプラグインでですね、ずっとデータをどんどん貯めていくようなプラグインでですね、まあ、基本的には不要なんですよ。まあ、実際のプラグインには出さないんですけど、というのがあって、すごいなということで、まあ、即削除ですよね。はい、これ。で、これについて、前回の、別のところのイベントで、質問をいただいたんですけど、このデータには、実際パフォーマンスにそこまで影響するんですかっていう質問をいただいたんですよ。うん、まあ、あんまり影響しないかもしれないです、実際は。そこまでこいつのせいでサイトが遅くなるっていうのはあんまりないかもしれないですけど、でもどう考えてもこれがパフォーマンスにいい影響を与えることはないので、はい、削除しましょう。はい、ということで、不要のプラグインは基本的には、まあ、どんどん削除していってください。で、最近 のサイトヘルスの方にも出るようになってます。という、アクティブじゃないプラグインは、消した方がいいんじゃないのっていう提案が出てくるんで。まあ、ただ、この一番下に書いてあるようにですね、プラグインの数 と、パフォーマンスには直接には比例はしないです。結局、100個のプラグインがあったとしても、そこに書いてあるソースコードがそんなに、重くなければ、もちろんそんなにパフォーマンスに影響しないし、1個のプラグインでものすごい重い処理をしてたら、まあ、それはね、悪影響を与えます。で、次に画像について。先ほどの、ブログに関しては、画像が結構いっぱいあったんですけど、一番適切な画像の種類を選んで配信することが、重要になってきます。ここに基本的にウェブ上でよく使われている画像の形式について、書いてあるんですけど、まあ、皆さんよくご存知の JPEG、
で、アニメーションでよく使われる GIF、で、イラストとかでよく使われる Ping とかですね。と、あと最近ある WebP という Google が開発している新しい種類の画像の形式と、ベクター式の、画像タイプ。最近はほとんどの、ブラウザーでもサポートしている SVG という形式があるんですけど、基本的に上の青いところがラスタライズ形式と言われているもので、下の、ベクター形式というのが SVG ということになっているんですけど、僕的にはですね、もうこのご時世だったら、イラストとかそういった系の、色数が少ない画像であれば、もう SVG だけでいいかなという感じです。で、写真類に関しては JPEG、もしくはできるんだったら WebP っていうものを使った方がいいということなので、基本的にもう GIF と Ping の出番がもうほぼなくなってきているんじゃないかなと思っております。で、今回に関しては、ここにキャプチャー載せてるんですけど、こういう感じの、イラストが載ってるんですけど、色数が少ないんですよね。要するに単色の部分が多いので、で、さらに、イラストレーターでこのデータを作ってるんで、要するにベクターのデータとして一応残ってるんで、ということで全部 SVG 化しました。で、WordPress で SVG、っていうのをちょっと飛ばしてというか、その前に SVG の書き出しの方法なんですけど、ツールによって、変わってきます。イラストレーター、あと XD 使ってる方、スケッチ、フィグマとか使ってる方いると思うんですけど、XD、スケッチ、フィグマに関しては、書き出しの種類が、基本的に限られているので、そのまま書き出してですね、基本的にその中身はもう圧縮、ある程度されている、最適化されている状態にはなっております。ただ、イラストレーターの場合はですね、何種類か SVG の保存方法があるんですけど、別名保存と、スクリーン用に書き出しというのがあって、基本的にはスクリーン用に書き出しで書き出すんですけど、その後にさらに最適化することが一応できます。この他の書き出し方法であっても、さらに少しだけですけど、最適化できるんですけど、その場合はですね、ツールとしてこういったものがあります。ウェブのサービスもあれば、Mac のアプリだったりとか、あとは、自動のビルドツールで使うようなツールもあったりします。次に WordPress で実際にじゃあ SVG を使おうとするとどうするかというと、実はですね、デフォルトでは対応してなくて SVG の画像をアップしても基本的には表示されないです。それはセキュリティの観点からデフォルトでは、一応、できないようになっています。なぜかというと SVG ってコードになってるんで、変なものをアップロードされると、セキュリティに関わるからです、で、それを有効化する方法があるんですけど、自分で、ファンクションズにちょろちょろ書くっていうのもあるんですけど、ただいろいろとめんどくさいというか、プレビューをさせようとしたらめんどくさいしっていうのがあるんで、プラグインを使うのがいいかなとは思います。この SVG サポートっていう、プラグインがあるんですけど、なかなか人気で僕も他のところで使ってたんですけど、ただですね、どっかのアップデートです。ここに書いてあるように、SVG ファイルにこの1行必ず挿入しないといけなくなってしまって、ちょっと手間だなっていう風に感じてですね、今回はこの Safe SVG っていう、プラグインを使いました。SVG を利用するときの注意点なんですけど、SVG 自体を例えば、記事のサムネイルとしてアップロードすると、自動的にそれをですね、OGP のイメージとして利用する、プラグインだったり、テーマだったりがあると思うんですけど、そうなってくるとですね、表示されないです。なぜかというと、OGP イメージはこの SVG に対応してないので、となると SVG で上がった後は手動でそれ用の Ping もしくは、JPEG を用意してアップロードする必要があります。ちょっと手間ですけど、パフォーマンスのためにということで行いました。で、もう一つ先ほど少し触れました WebP っていうものなんですけど、今のところ対応がですね、Edge は対応してます。 Firefox も OK で Chrome も表示するんですけど、サファリと、IE は表示されないので、
これを使いたかったら少しちょっと手間というか、プラグインを使えば一応対応はできるんですけど、今回は、詳しくは触れないです。ちょっと僕の中でプラグイン自体がいまいちだったのでっていうところもあります。詳しく知りたい方は、はい、調べてみてください。で、次に、オフスクリーン画像の遅延読み込みという、項目が出てきたんで、これは何かというとですね、こういうふうにですね、画面に表示されていない画像を、あらかじめダウンロードとかレンダリングする必要ないんじゃないのっていう、お話なんですけど、まあ普通に考えてそうなんですけど、で、これを有効化する、プラグインだったり、jQuery のプラグインだったりとかですね、なんかいろんなツールがあるんですけど、僕の中でではですね、おすすめとしては、実はこれです。ローディングレイジーという、属性なんです。これに関して聞いたことあるよっていう方、意外と半分ぐらいいらっしゃいますね。はい。いいですね。はい。これがですね、Chrome がそのうちというか今もそうですね、デフォルトで対応している。要は、何かプラグインとか使うんじゃなくて、ブラウザ側でもうそれを、ネイティブで対応しようじゃないかっていうお話で、今のところまだそれに対応しているのは Chrome のみになっております。使い方がすごく簡単で、イメージタグのところに、ローディングイコールレイジっていう風につけるだけでですね、Chrome がそれを自動的に判断して、画面の外の画像に関してはレンダリングせず、ローディングせず、入ってきたらそれをダウンロードしてレンダリングするっていう風にしてくれるようになりました。で、ちょうどこの、別のところでやったセッションで3ヶ月前にですね、Chrome が微妙な対応だったんですよ。実は手動でこの機能をオンにしないとやってくれなかったんですけど、最近になって、デフォルトで本当に対応するようになりました。で、なのでこれに関しては Chrome でオーディッツやるとちゃんとそれを判断してくれて点数として評価をしてくれるようになりました。となるとこれを使うってなると他の、ブラウザどうするんだっていう話ですけど、まあ、おすすめはこのプラグインですかね。ネイティブレイジーロードっていう、なんと Google さんが出している、プラグインでしてですね、ワードプレスの画像を挿入する、関数を使って画像を挿入する場合は、自動的にこのローディングイコールレイジーというものをつけてくれるようになります。で、もちろんですけど Chrome の場合はそれをつけるだけなので一切 JS とか走らないので、まあ、それなりに早いのと、他の機体をブラウザーに対しても今のところ、JS によるソリューションを一応提供してくれています。ということはこれのいいところは何かというと、もし Chrome 以外の Firefox とか、Safari とか Edge とかが対応するようになったら、この、プラグインはそのままにしておいてですね、ネイティブ対応するのみで JS はもう処理しなくていいということなので、こういう なんて言えばいいんでしょう、プログレッシブな対応の方が、個人的には好みです。で、次に、まあ割と王道な感じですけど、いろいろと細かいところを処理したら結局は最終的にキャッシュをするっていうのがやっぱり一番、いいというか必要になってくると思います。ワードプレスの場合はいろんなキャッシュプラグインがあるんで、まあ、一長一短かもしれないですよ。どれがいいっていうのは、ちょっと、実際は詳しくは紹介しないでおこうと思います。で、もう一つ、一番右の評価のところで出てきた PWA っていう評価があったんですけど、実はこれもパフォーマンスに少し寄与する機能でございまして、PWA について聞いたことあるという方、割と、はい、半分ぐらいですね。まあ、PWA についても詳しくは解説しませんが、この PWA の中の機能としてですね、サービスワーカーというものを使っているんですけど、これはキャッシュをなんかうまい具合コントロールしてですね、オフラインででもサイトを見れるようにする機能なんですけど、まあ、完全にブラウザ内にキャッシュを保存するので、すごく早いというか、要は、なんだろう、実際に
インターネットと通信しなくてもいいぐらいなんで、ということは体感的にはすごく早くはなります。まあ最終的には静的化ですね。はい、もう、静的ファイルより早いものはないんで、ワードプレスを静的化しようとするのすごく大変と思うんですけど、はい、なんとこういうサービスが実はございまして、これもコーディングなしでいけます。ちょっとお金がかかりますけど、はい、何かというと、ワードプレスを静的ファイルに完全にしてですね、ホスティングをしてくれるサービスです。はい、というシフターというサービスがございます。なんとこれが日本の企業の神戸にあるデジタルキュービさんが作っているサービスです。で、次にコードによる改善案になってきますが、ちょっと少ないんですけど、どういったものがあるかというとですね、公式のテーマとかでは、もちろんやっちゃいけないことなんですけど、もう、なんで先ほどのコードを書かなくても済むような対策を全部やった後に、まあ、自分のテーマでもっと早くみたいなことをやりたかったら、こういうのもいいんじゃないかなという話です。実際の公式テーマとか、もしくは他の、なんて言えばいいんでしょう、公式テーマっていうとあれですけど、公式のディレクトリに上がっているテーマとか、ちゃんとなんか売られているテーマとかではあまり、やらない方がいいです。このCSS と JS の読み込みの制御についてなんですけど、例えばですね、もうサイトによってやり方はもちろん変わってきますし、必要なページ、必要じゃないページは各自で判断する必要があるんですけど、例えばどういうものかというと、ホームやアーカイブページには、グーテンベルグの、ブロックとか表示してないんですよ、大体のは。もし表示してなかったり。で、さらに、今回のサイトに関しては jQuery ですらも、アーカイブページ、ホームには必要なかったので、もうじゃあそこで、そのページで読み込む必要はないですよねということでですね、こういうふうに、書きます。で、要はそのページで jQuery とこの WP ブロックライブラリというグーテンベルグのこの、スクリプトを読み込まないようにするっていう処理を行っております。ただし、下に書いてあるように、この isAdmin というのが管理画面でではこの処理を外すように一応しておかないと、まずいことになります。で、次に、レンダリングを妨げるソースの除外っていう、ライトハウスが言ってくる項目があるんですけど、これは何かというとですね、JS のスクリプトを読み込むときに、このスクリプトタグっていうのがあるんですけど、通常入れると、こういうふうに、こういう一番上のような処理になってきます。少し解説しますが、まず HTML が、読み込む、レンダリング、パースし始めますよね。で、スクリプトタグにたどり着くとしましょう。そうなったときに、一旦 HTML のパースを停止します。で、その間にスクリプトのフェッチを、要するにダウンロードを行います。で、ダウンロードが終わった後に、この赤い部分のスクリプトの実行をそのまま行います。で、行って全部スクリプトが終わった後に、HTML パースを再開します。っていう風な、デフォルトの処理になっております。で、今までは、こういうのがあるんで、スクリプトを、ヘッダーのところに書くと、パフォーマンスに影響して遅くなるよねっていうことで、よく多分聞かれてると思うんですけど、ボディタグの閉じタグの直前にスクリプトを移しましょうという話ですね。要するにこういうことですね。HTML パスをほとんど終わらせた後にスクリプトの、フェッチと実行しようっていう、対策だったんですけど、もう何年か前からもう割ともうね、有名になってるこのアシンクとディファっていう属性を、足すとですね、この下のような、実行をしてくれます。多少違いがあるので、少し解説します。アシンクの場合は、HTML パースをしてですね、で、スクリプトにたどり着いたときに、並行して HTML パースをしながら、スクリプトのフェッチを行います。で、フェッチが終わった段階でですね、このスクリプトの実行に関しては必ず HTML のパースを止めないといけないので、そこで実行をして、その後終わった後に HTML のパースを再開するような感じです。で、Differ の場合は同じように、並行してフェッチをするんですけど、終わった後にスクリプトの実行は直ちには行わずにですね、HTML パースが全て終わった後に、全部のスクリプトの実行を行うようになっております。で、Async と Differ どっちがいいんだろうっていう話なんですけど、
パフォーマンス差的には、あまりないように感じます。そのスクリプトの位置にもよりますし、何とも言えないところ。あと、実行のスクリプトって、どのタイミングで実行してもいいというわけではないので、正直どうなんだろうっていう、そのケースバイケースというところなんですが、個人的にはまあ DIFA の方が無難かなという感じはします。で、アシンクと DIFA が使えるようになったっていうことでですね、今までの対策として、ボディタグの直前にスクリプトを移しましょうっていう対策は逆にですね、良くない手法になってきます。なぜかというと、まあ、これを 見ると分かるんですけど、このスクリプトは今、ヘッダーのところ、ちょっと前の位置にあるんですけど、これは一番後ろの位置にずれるとどうなるかというと、HTML パースが全部終わった後にスクリプトのフェッチをする、で、実行することになるんで、全体的な、かかる時間というのは、実は多くなってしまうので、なので、アシンクディファとか使うんだったらヘッダーにも入れといた方がいいかなとは思います。で、実際にじゃあワードプレスでどういうふうに行うかというと、実はデフォルトで対応してないし、プラグインも多分あんまりそういうのがないので、もう完全にちょっと、なんだろう、強引にやる感じにはなってきます。どういうふうになっているかというとですね、スクリプト挿入するときに、その中の中身をですね、正規表現で検索して、それに、置き換えでのタイミングでですね、DIFA っていうのをつけるっていうふうになっております。で、これも同様にですね、もちろんですけど、管理画面とかでやってしまうと、管理画面が動かなくなってしまうので、ユーザーアドミンで外しておくっていう感じにはなります。で、続きまして、もう一個、リソースヒントというちょっと難しい概念なんですけど、これは何かというと、外部のリソース、このサイト内ではなく、外部のリソースを、あらかじめダウンロードしておくっていうものになっております。いくつか、この5つの方法というか、リソースヒントをつける方法があるんですけど、それぞれ特徴がありまして、まずプリロード。これに関しては、ここに書いてあるように、ウェブフォントなど、実際に必ず必要になってくるもので付けて加えるといいかな。まあ、例えば、Google フォントとかのものに関しては、このプリロードをつけておくといいんじゃないかなという感じですね。で、プリコネクトっていうのが、これがですね、なんて言えばいいんでしょう。概念として少し難しいんですけど、接続だけをとりあえず早めにしておくという、ダウンロードするものとしてはダウンロードはしないんですけど、通信だけ先にしておくというものですね。で、DNS、プリフェッチっていうのも同じようなものでありまして、ここに書いてあるように、DNS の名前解決、名前解決を行ってですね、のみを行っ、接続は行わずに名前、DNS の名前解決だけを行って、プリコネクトと比べると少しはローコストにはなっております。で、さらに、ブラウザのサポートがこっちの、DNS プリフェッチの方がちょっと多いです。で、DNS ではないプリフェッチに関しては、これはですね、まあ、ここに書いてあるこのユースケースが一番分かりやすいと思うんですけど、ページ区切りのコンテンツで次のページのリソースとかですね、検索結果1位のページのリソースとか、要はこの後ユーザーは、この行動を取るであろうっていうコンテンツを先に取っておくということですね。で、プリレンダーはプリフェッチと似ているんですけど、これがさらにプリフェッチよりもなんとページを全部ダウンロードしておくっていう、これに関してはもう何だろう、上のプリフェッチの方はまだ、可能性が高いぐらいなんですけど、プリレンダーの場合はもうこの後は絶対このページ行くだろうっていうぐらいのページをもう全体的に全部ダウンロードしておく。ただここに書いてあるようにハイコストでですね、1ページのみ指定することができて、使い方としてはログインページの、ログインした後必ず表示するであろうページをログインページでもダウンロードしておくというものとかですね。で、ワードプレスの場合はですね、できることが
若干まあ限られてくるんで、まあこの DNS プリフェッチぐらいは一応やることができます。こういうふうにですね、ちゃんとこの WP リソースヒントという実はフィルターが実際にコアの方に用意されておりまして、それに対してこういうふうにですね、あらかじめプリフェッチしておきたいサイトをこのように変えておくと、ちゃんとそのサイトのヘッダーのところにこれが追加されるようになっております。で、このコメントに書いてあるようにですね、 WPNQ スクリプトで追加した、例えば Google フォームズだったり、まあ、Facebook で例えば何か必要だったり、 Twitter で何か必要だったりとか、なんかそういったソースか、もしくは外部から JQuery 読み込むとか、そういうので WPNQ スクリプトっていう関数で読み込んだスクリプトに関してはですね、なんと自動的に実は WordPress がこの DNS プリフェッチに追加してくれますので、ということはですね、自分で行う必要がない上に、スクリプトを読み込むときはヘッダーとかなんかに直接書くんじゃなくて、こちらのこの WPNQ スクリプトを使って入れることをお勧めします。で、まあ、あとは最終的にはもうこれですね、先ほどの静的化に似たような感じですけど、コードを書けるなったらこういう対策もあるかなということですね。 WordPress も本体としてはですね、ほとんど使わずに API のみを使ってですね、あとは全部自分でコードを書いて静的ファイルとして作るっていう、手法ですね。これは、最近よく言われている Jamstack っていう手法なんですけど、実は今日 の、 あのタイムテーブルも、見ていただくと分かるんですけど、午後の後半にですね、ジャムスタックについてのセッションがありますので、まあ、ご興味ある方はそちらに、行っていただければいいと思います。おすすめの、まあ、フレームワークとしては Next とか Gatsby は割と WordPress と一緒に使うのは、いいんじゃないかなと思っております。で、まとめに入ります。究極のパフォーマンスは何だろうっていう話なんですけど、はい、こういった左側のサイトがあるんですけど、キトリツでテストで作った、本当に何だろう、テキスト1行ぐらいしか、タイトル1行ぐらいしか入ってないものです と、メタデスクリプションが入ってるものなんですけど、なんとこのサイトで計測すると全てが100点なんですよ、はい、じゃあ我々何をしてるんだっていう話なんですけど、はい、で、まあ、そういうことなんですよね。結局はですね、サイトのコンテンツが増えると、パフォーマンスがもちろんですけど下がっていくんですよ。エントロピー増大の法則、エントロピーって聞いたことある方少ない、あ、意外といる、みんな理系なんですかね、はい、まあ、要するにカオスという状態がどんどんね増えていくんですよ。それは、世界の真理というか、まあ、コンテンツ増えてくるとそうなってくるんで、じゃあどうするかというと、人の手によってそれを整理していくしかできないんです、はい、このエントロピーを、減らすのは人間にしかできないらしいです。で、それをやろうとするとかなり、地道な作業になってくるんで、パフォーマンスを上げたいってすごい簡単に言うけど、そんなに実は、簡単ではないです。先ほどのサイトをパフォーマンス改善するのにどれくらいかかったっけというと、トータルで約、80、90時間ぐらいかかってます。なので、10日間ぐらい実際にもうみっちりやってたっていうことですね。で、パフォーマンス改善、まあ、先ほどの例でもあったようにですね、何もないコンテンツが何もないサイトが一番早いっていうことなんですけど、車の速度と空気抵抗で例えたらですね、まあ、要するに、例えるとそういう感じになるんで、結局パフォーマンスを最強にしようとしたらどうなるかというと、みんな F1 マシンになってしまう、まあそんなことはさすがにね無理ですよね。ということは結局は、なんだろう、どういうものを使いたい、どういうものを作りたいかによってどこまでやるかに、なりますので、もうパフォーマンスだけみたいな感じっていうのは、おそらく全てのサイトに合うというわけではないので、要所要所に注意してやってもらえればいいと思います。
ということで以上になります。ありがとうございました。斉藤さん、ありがとうございます。